どうも、高井です。購入した後、売却価格を保つ住まいの規定。不動産投資の本については、約20年前の本から私は認知しているんですが、その中でもベスト3に絞って、こういうふうに不動産投資のノウハウが変わってきましたよっていうことをまず話していきます。まずこちら、1円で10億を作るってありますが、土地ごと不動産を一等買いして、でそれでその予担保に融資を引き出すっていうようなまず方法が入ります。 でそれで1棟、2棟、3棟と、次々買っていくわけですね。それだけ買えれば、家賃収入も相当になります。ところが、この当時、不動産を複数1年間に買えたんですけど、現在では1年に1棟までです。それから10年後、ワンルーム単位で、まずマンションを買って、それを自己投資と割り切って、知識をつけた上で、コツコツと経験を積んでいって、 1>, 1部屋、2部屋、3部屋と増やしていくっていう、そういう経験値を増やそうっていう話になっていくっていうノウハウが出てきました。それから9年後、こちら、1人マンション。前のワンルームの話よりは、縮小しているんですが、これなんでかって言ったら、個人の人得は右肩下がりなんですね。ってことは、マンションの買える規模もちっちゃくなっている。 で逆にマンションの価格が右肩上がりのに暴投をしていて、とてもじゃないよ、手出,出せない。じゃあ、ちっちゃい部屋単位で買っていって、それで経験積んでいきませんかってことなんですよ。まずは住んでみて、どんな部屋だったら住みたくなのか、自分自身の好きな部屋じゃなくって、他の人も住みたくなる部屋作っていきましょうって話のノウハウになります。内容をこちらにまとめました。これから読み上げていきます。よかったら、グッドボタンお願いします。 マンションを買うってこんなに楽しい住まいとお金の安心を手に入れる方法一人マンションを買うといいことがたくさんある40歳以上に1人暮らしの人がマンションを買うことに多くのメリットがあるまずはそのメリットを6つご紹介しましょうメリット1マンションを購入を通じてお金の勉強ができる自分が購入できる物件の人のるにあたっては人生だけて適正な住居費を考えることになりますし物件価格が最安であることは必ずしも正義ではないという今後のお買い物人生にも通じる心理を突きつけられることもあります 住宅ローンを選定する際には支払いを待ってもらうことが恩恵である危険の利益を実感したり資金繰りキャッシュフローという概念固定金利や剣道金利は損得だけでやるわけではないという考え方にも触れたりすることになりますメリット2長期的には得をする賃貸はその物件を購入したオーナーが損しない賃料を設定にしたいというものが働くため同品質の物件では購入に比べてコストが高くなる傾向にあります同品質の部屋に住みつくと比較すると賃貸より割安になることが多いでしょう 労働開催以降は管理費や修繕積立金など維持費のみで住まいを確保できるのも購入のつく心強いうところ中長期で見ると金銭的なメリットも高まります最も賃貸の家賃と購入の物件価格のバランス差下地域差が大きいです圧倒的に賃貸の方が金額がのある地域もあればセオリーとーは逆で賃貸の方が銀行を抑える形態のある地域もあります物件価格のアップダウンのスピードは比較的速く賃料の改定スピードは緩やかという特徴も影響しますメリット3人生に必要なお金の見通しが立つ 購入時の物件価鍵や金融の条件が不利で、結果的に賃貸の方が安くついたということはもちろん考えられます。ただ、金融商品たとえならば、想像以上に長く切られて金額が寒くしない賃貸のリスクが大きく、購入時に想定した総額からさほどずれない購入のリスクが小さくなります。メリット4、保証人がいらない。いやいりかもしれませんが、賃貸では求められる保証人が購入の場合は通常必要ありません。購入では十分な返済能力があるかを審査した上で、関西までは物件そのものも担保となります。 本当に本人は返済できないとなると、物件を売却するなどして回収ができるため、住宅ローンとして資金を貸している金融機関が見たリスクも低くなります。そのため、別途保証人をつける必要が低いのです。なお、購入の際も収入から無理なく返済できると考えられる金額以上に住宅ローンを借りようとする場合などでは、連帯保証に求められるケースもあります。ペアローンなども夫婦でお互いに連帯保証になる契約です。しかし、自身で問題なく返済できる範囲内で住宅購入する場合は、通常保証人は不要です。メリット5。内装自分好みにカスタマイズできる。 購入した物件の場合、自分が持ち主なので、賃貸物件の制約は少なく、自分の好みは圧倒的に反映しやすい。もしも将来その部屋を貸したり売ったりすることを考えているのであれば、確かに見てどう感じるかを意識しておくことも重要。次の人が買いやすい物件、借りやすい物件を意識することで、将来のフットワークを邪魔したい物件選びにつながることが多いからです。メリット6。税金や登記の手続きに必要なあるか。マンションを購入すると、所有者として自分の名前を登記することになります。登記は通常、新築の場合は所有権保存登記、中古の場合は所有権に転倒を行うことになります。 マンションを購入の各種費用として、新築物件額の3から6%程度、中古は物件額の6から9%程度と表現されることもありますが、当期の費用は一般的なものから含まれています。当期の費用は手続きを担当してれる司法書士に支払う報酬と、国に納める登録免許税の大きく2つで構成されています。マンションを買ったとき、住宅ローンを換算したとき、手持ちの物件を売ったときなど、その都度当期の手続きが発生します。 特に住宅ローン関西時の低等圏抹消の登記などは、地方所持などまで自分で挑戦する人もいますが、その場合も登録免許税が必要です。居住用マンションを購入した場合の登録免許税は次の通り、土地固定資産税評価額 ×2%、建物固定資産税評価額 ×15%、固定資産税評価額は自治体が3に1回算定する評価額、売買価格は需要と供給により決まる価格なので、同じ金額などと限りません。 一概にはありませんが、売買価格の長い程度が固定資産地で評価額になることが多いでしょう。一人マンションを購入する際の2つの戦略。1. 投資的観点と実質的観点を兼ねている物件を買う。投資的観点で重視されない、基地管理代表される立地です。とにかく立地を重視するのは成功法のため、広さに優先順位が下がります。自分が満足する立地と広さは、次の買い手や借りても満足できる可能性が高く、いざとなった売却するという選択肢も増えます。立地を持ち上げれば価値は落ちにくいということを期待した戦略ということになります。2 とにかく予算面で無理なく返せ資金計画が立てられる物件選ぶ。住み続けられたような恩恵を受けられるのがあれば、立地や広さや仕様、そして無理なく返せる予算結果が重要になります。地方は都心部でも投資的観点に生かしにくいという特徴を理解した上で、無理なく支払いできる生涯の住居費を考えて、実利的観点を重視した物件選びをしていくことになります。単身者向けの物件は、広さをさほど重視しないという点でアドバンテージがあるため、無理なく返済できる予算という観点では上手な買い方をしやすいと言います。 ただ税制などの制度、ローン消費などは対象物件に広さの基準を定めていることはほとんどです。汎用的に使いやすい選び方としては、やはり将来は売却できないという覚悟をしながら予算組みをすることも、地方で物件を選ぶ際の選択肢になると言えます。<laughs> やってはいけない一人マンションの買い方、ファリンク物件とは違う戦略があった、シングル40歳からの賢いマンション購入戦略、マンション購入に関しては大きな買い物ということで、雑誌やストインターネットなどに様々な情報が溢れています。 しかし実はそのほとんどはファミリー向け物件についてのもので、単身者向け物件の情報はまだまだ少ないの現状です。ファミリー向け物件の情報を鵜呑みにしてしまうと、物件選びを間違えたり、かえって損をしてしまう可能性があります。そこでこの章では、ファミリー向け物件とは違った視点が必要なポイントや、一般的なマンションを購入で当然だと感じてしまいがちな見落としポイントを拾っていきます。NG ポイント1、住宅ローンゲージである。家を買うときローンを組んだら税金安くなと思っている人は多いのではないでしょうか これは住宅ローンを組んで自宅を購入する際に利用できる住宅ローン減税です。2024年入部だと、最大400万円強の減税が受けられるため、対象となる人は抜けもなく手続きを取りたい制度でいます。しかし実は、住宅ローン減税が受けられる物件は、当規模記載面積で50平方メートル以上という広さの条件がなおご存知でしょうかつまり、単子でクトな物件を希望している人は、住宅ローン減税を受けられない可能性があるのです。住宅ローン減税が受けられるか否かを意識していたが多いため、平米単価以上にそこは境目の面積では物件確認されて受けそなま,ます。 住宅ローン減税で、これは恩恵以上に物件価格が上がるということは、ローンを借りる金額も増えることになります。それに伴い利息も増えるわけです。住宅ローン減税の恩恵額と物件価格の差が同額でも、やはり住宅ローン減税にこだわらず、物件価格を抑えることが懸命です。住宅ローン減税の3つの注意点。利用できればお得な住宅ローン減税ですが、実は誤解している人が少なくありません。ここで3つの注意点を挙げておきましょう。1つ目は0.7%の減税は年末ローンの残高に対してかけられるという点です。 初年度の年、ね、末、ま、4500円ぐらいにぴったりだったとしても、返済を進んで翌年度の年、ね、末ローンの中4400万円になっていたら、その年に受けられる最大の減税がかつ30.8万円になります。二つ目は注意点はあくまで減税なので、自分が通常に支払うであろう所得税や住民税以上には恩恵がないという点です。例えば、ね、特殊で年収400万円の人が所得税は約8.5万円、住民税は約18万円です。合計しても約26万円のため、これ以上の減税をしようがありません。 大きな金額のローンを借りることができたとしても、年間最大の31.5万円の減税を受けられません。ちなみに住民税からの工事にも上限が定められていて、2024年に入居の警察は9.75万円。今回例に挙げた人は最大限の住宅ローン減税を受けられたとしても、人手税が約8.5万円と、住民税から9.75万円の合計約18.25万円が減税を受けられる最大の額となります。3つ目は4,500万円の例示した上限額は、購入する物件の性能ということだという点です。 4,500万円を上限とするのは新築の長期有料住宅や低炭素住宅です。絶地水準、省エネ住宅では3,500万円。省エネ基準、適合住宅では3,000万円。その他の住宅では2023年まで建築確認する物件では2,000万円ですよ。そういなければ限度額は0円と全税を受けることはできません。中古物件では上限が下がるの細かく決められています。住宅ローン減税は年が高いため、所得税、住民税も高い人は、 低炭素住宅などのスペックの高い物件は高額の住宅ローンを組んで購入したケースでより多くの恩恵を受けられる仕組みになっているのです。NG ポイント3チラシ部屋の広さを判断するチラシ上で表記されている面積は一般的な非新面積のため、登記簿上で表示されているうちの面積も広く表示されることになります。つまり、チラシ上で50平方メートルちょうどの物件を購入したとしても、登記簿上は50平方メートル未満の物件となり、住宅ローン減税や住宅使用ための増量税非課税など措置を受けられない可能性があるのです。 市民マンションを買う際に利用できる料の商品は、住宅向けの住宅ローンと投資物件を買うための不動産投資のローマンも存在します。住宅ローンを利用できる平安サイズは、金融機関への差まざですが、壁紙に30平方メートルという基準にしている計算くが多いです。それより狭いと投資向けに物件を買おうとしている可能性が高まるとして、住宅ローンの対象化は除外症という考え方になりがちなのです。NG ポイント4、一緒に一緒の買い物だと考える。 一緒に質の買い物だと考えると、自分の理想である仕様を盛り込むことや、自分があるものを組める限界まで力を出し切って、スペシャルな物件を探したくなってしまいがちです。しかし、自分の好みに加えて、他の人の好みかどうかという観点を入れておくと、いざ状況があって、他の物件に買い替えるとなったとき、売却したり貸したりしやすく、フットワークの妨げのない物件になります。自分のスペシャルという観点と、他者にもおおむね評価されるという観点では、ズレが生じることが多々あります。売買と賃貸では少し様相が違い、売買の場合は多少冷やさがる物件の方が流通しやすい傾向にあります。 バイバイだと次に買う人も、やはり自分のためのスペシャルを求める傾向があるため、住宅ロの減税を使える範囲で60平方メートル前後のファミリー向けでも叶う物件の方が売りやすいという側面はあるでしょう。一方、賃貸については利便性と金額を充実する傾向にあり、そうなると広さの優先順位は下がります。比較的安くて便利な場所に住める物件を借りたいニーズが多いため、シングルに40歳から買いやすいコントタイプのマンションで住めが発揮されます。賃貸の需要が高ければ、売却時には実利だけなく、投資の需要でも売れる可能性があります。 購入金額や売却金額を間違えなければある程度売買の流動性も期待しやすいでしょう。NG ポイント5。買い時を見極めようとする。できれば物件価格が高騰しないときに買いたいし、住宅ローン金利は低い方が嬉しいですよね。こうした買い取にまつわることが自分ではコントロールできない事象のことが多いです。場合によって他の要因の影響の方が大きいかもしれません。住宅購入に影響する要因は外的要因と内的要因の大きく2つに分けられます。外的要因とは物件価格やローン金利の傾向、制度の状況などで自分の手が及ばない要因を指します。 内的要因とは、自分自身の収入や宿題状況、転職などのキャリアの予定や健康状態、将来、実家が引き継ぐ予定の有無など、自分の選択や背景からる要因です。外的要因の買い取りは確かに気になりますが、自分の F プランに照らし合わせた内的要因の方がより重要です。まずは内的要因を重視して物件選びや買うタイミングを検討し、未く調整できる範囲で外的要因もチェックするくらいの付き合い方を目指すのが適当でしょう。NG ポイント6ローマを組める金額で予算を決める。 住宅ローンは年収の7倍までの金額や年間返済額は年収の7割からによって審査を行います。金融機関によって基準は異なりますが、借りられる金額という意味だと、年収倍率は7倍程度、返済比率は30から35%まで借りられることが多いです。この時、年収倍率は返済比率の上限額まで借りたくなってしまうかもしれませんが、借りられる金額と返しやすい金額が異なります。無理なく返済できるかを考えてみる。実際に家計の割合を考えるときには、手取り年収を考えるのが適当でしょう。 年収400万円の人の手取りは約314万円のため、年間の手取り収入の44.3%の住居費を占めることになります。家計管理の観点で適切な住居費は手取り年収の3割程度が上限とお話することが多いですが、それをはるかに上回る割合が住居費で確定することになります。住居費を3割程度に抑えられたとして、通信費光熱費、保険料などのその他の固定費を手取りの2倍に抑えられたとしても、手取りの半分を固定費が占めることになります。 手取りの2割程度を助手したいと思うと、食員を含む変動費を残り3割でやりくりすることになります。NG ポイント7借金をむやみに恐れる借金のミートはまだお金を準備できてようない段階で、まとまった資金を用意して何かを手に入れることになります。ただ最終的には利息を含めて返済しなければならないため、前借りし,したことの効果は利息以上に得られていなければ不利になります。借り入れの効能は手元に資金を置いたままにしておけというメリットもあります。 マンションを購入の際に住宅ローンを恐れすぎて手元にあまりお金を残さずに頭金をたくさん入れて、ローン金額を減らすというケースもあるかもしれません。しかし、一度頭金やローン返済に当てたてしまったお金は手元に戻すことができません。分割して少しずつ返済を進めず、手元にもある程度のお金を確保しておくことで、病気になったり転職をしたりといった日常生活の対応も可能になります。NG ポイント8、ローン返済は期間を目指さない。住宅ローンを組んで返済を進めている中でお金に生まれたら、自分の元金を前倒し返済する、繰り上げ返済を行う人も多いでしょう。 この繰り上げ返済には、期間短縮型と返済額軽減型という大きく2つの方法があります。どちらも仮横型元本を返済し、その分の利息を軽減するものですが、その効果は期間短縮型の方が大きくなります。例えば、2500万円の金利1.5%、35年返済でスタートして、5年後に200万円を繰り上げ返済するケースで見てみましょう。繰り上げ返済しない場合の月々の返済額は76,446円。総返済額は約3,215万円。返済期間は5年経過しているので、残り30年です。 返済額軽減型だと、月々の返済額が6万9628円になり、繰り上げ返済をした200万を含めた総返済額が約3166万円、利息の軽減額は48万3430円になります。期間短縮型だと、月々の返済額は7万6546円のままですが、40回分の返期間が短縮され、残りの返済回数は320ヶ月になります。 同じ繰り上げ返済した200万3732円も含めた総返済額は約3109万円。利息の軽減効果は105万8112円になります。同じように約200万円の繰り上げ返済を行うたに、返済の軽減型だと約48万円。期間短縮方だと約106万円の利息軽減効果が得られることになります。返済方法には2つある。返済方法には実は、ガ均等返済と元金均等返済と2つの方法があります。 元利利均均等等返返返済済済は元元本と利息をしし月々の返済が均等になる返済方法です。対して元金均等返済は均等に分割した元金の上にその時の残高に応じた利息が分割される返済方法です繰り上げ返済が行い場合は元金均等返済の方が総返済額が少なくなりますが当初の月々の元利合計である返済額が大きくなります強的資産や人ととにゆとりがあり年収に対して低めの予算で不動産を購入する場合などに有意と言えます 一方で当社の月々の返済額が大きくなるので、みんなで返済できて物件価格の予算を上げたい場合には選びざるいことが多いでしょう。NG ポイント9。物件価格だけで購入を決める。マンション購入では、チラシに載っている物件価格以外にもいろいろなお金がかかることをあらかじめしておくことが大切です。発生するお金の時系列で整理しましょう。まず必要な初期費が、初費を止めるお金です。物件価格に対して新築だと3から6%、中古だと6から9%程度かかることが多いです。 その内訳としては、当期の費用や消費者費の報酬のほかに、住宅ローンを組むための事務手数料や火災保険料、将来建物をメンテナンスするため、修繕積み立基金などがあります。新築に比べて中古の消費,費用が少し高くなっているのは、個人が保有する中古物件を不動産会社に仲介してもらうまでなのに、仲介手数料がかかるからです。4 0 0万円を超こる物件の仲介手数料の上限額は、物件価格かける3%プラス6万円プラス消費税。その他に、リフォームをする場合は、その所用や引っ越しの費用などがかかります。 引っ越しの費用は時期や荷物の量、移動距離などでかなりの変動がありますが、現在住んでいる物件の家賃1か月分程度をイメージしておくことが大切になるかもしれません。物件を購入、入居者からの支払いは、ローンの返済額に加えて管理費、修繕積み立て金、固定資産税などをかかります。管理費は管理人さんに支払うお金や、廊下やエントランスなどの電気を切れた場合の交換費用など、日々の運営で必要なてくるお金です。修繕で積み立てていって、将来物件の価値を維持するために活用します。 管理費も直すことありますが修繕積み立て金はあらかじめ決められた長期修繕計画に基づいて5年以上の頻度でほぼ上がっていきます特に新築物件の場合だと当初の費用が抑えられていることが多く月400円程度から最終的に月2万円程度まで上昇することがあるため長期修繕計画を必ず確認するようにしましょう NG.10 ポイント10 1から7分を超える物件を選ぶ 物件価格を低く抑えたため、広さを妥協する、建物の生活を妥協する、築年数だったものを選択肢に加えるのはいくつかの方法がありますが、この時妥協したくないのが、最寄り駅からの等分数です。近ければ近いほど理想的ですが、できる限り7分後でも選ばないようにしたいところです。最近は細かく指定できるサイトも出てきますが、賃貸の検索サイトを見ると、検索条件の指定にいくら等分数が3分以内、5分以内、7分以内あたりが選択できることが多いです。 いくらの道分数の7分超える物件だと、駅地下物件を検索する際のこうした条件に該当しないためにヒットしてくれない、つまり部屋を落き将来賃貸のしづいという懸念が出てきます。物件を購入する際に検討している物件の売買、賃貸の相場を確認することは重要です。新築でも中古でもあまり値段が変わらないエリアは物件価格が落ちにくいエリアだという目安にもなります。また自分が購入しようとしている物件が築10年のものであったとしても、築30年、築40年の物件、いくらで売買、賃貸が行えたかをチェックすることも将来の相場の目安にもなります。 NG ポイント11ローンを組むだと保険を見直さない住宅ローンを組む際は通常団体信用生命保険という保険に加入します自分が亡くなったり高度障害状態になったりした場合にローンが保険金に換算されるという商品ですこの保証を受けるための保険料はローンを金利の中で支払われていることや金利0.3%の上乗せして支払うことなどが一般的ですより保証を手厚くする目的で死亡や高度障害にまで至らなくても三大疾病などが重症化した場合にも換済やローンの半分が返済されるといった内容を追加できる商品も出てきています つまり住宅ローンを借り時点で追加で保険に加入することになります。そのため、男子以外に自分で加入している保険をリストアップして、住職分や過剰になっているものを解約したり減額したりすることも大切です。NG ポイント12、都心でも地方でも同じ戦略で買う。売ったり貸したりしやすく価値の下がりにくい、一日にこだった物件を選ぶというのは、どこのエリアでもある程度共通して活用できるテクニックです。しかし、本当に将来売却できるのかという観点だと、都心部と地方ではまた違った景色になると言えるでしょう。 数構成が変わってきて単身者の割合が増えること都心のコンパクト物件のニーズがそこが大ということが大局的に地方における人口減少のことを考えると今後価値を維持しやすい物件とそうではない物件の差が開いていくことが考えられます地方や人口を減少しているエリアに住んでいる場合は将来購入した物件は売れない可能性も加味して物件選びを考えていくことも大切でしょうもしも時にも困らない資金計画の立て方これない人でも無理なく買える 私たちが本当にお金に困るのは目の前で必要な支払いができないことや現に貯蓄の素顔を尽きることで極論やりくりできたら困らないわけです貯蓄がいつも通りにいかないときなどにも干渉剤として機能してますが貯蓄が多いことだけは絶対的な正義ではありませんマンションの購入ではこのキャッシュフラーや資金売りといった観点が非常に重要です最も少ない金額を支払うことを目標にすらなく日々月々年々は滞りなく進行できることが目指すべきバランスですそうしライフが多少多くなったとしても時間の猶予をもらえることや月々の収支や改善するのであればそのことに価値があります 変動か固定か、自分にあたるローン商品の選び方。住宅金融支援機構の住宅ローン利用者の実態調査によると、住宅ローンの金利タイプは、変動型72.3%、固定期間の選択型18.3%、全期間固定型9.3%の割合で選ばれているようです。金利が低いため、元本の返済スピードが速く、後々金利が上がったとしても影響は限定的だと考える人が多いのかもしれません。ここで今一度、金利タイプの特徴について整理をしてみましょう。全期間固定型、変動型、固定期間の選択型がある。 金金金利とは、契約ししたタタイイミングの維持て返済プです。変動金利とは、返済値も金利がかかる金利タイプです。前回の固定型とは、返済期間中ずっと契約当時の金利を維持する契約で、固定金利の選択型は5年や10年の指定者期間だけ固定金利ですが、以降は変動金利ならの金利から契約になっています。セオリーとしては、これから金利が上がると思っている場合には固定金利を選択し、今の低い水準の金利をキープします。逆に今後、金利が下がると思っている場合には変動金利を選択し、より低くなる金利を供述という話になります。 住宅ローンを返済すると、次々に返済額の元金と利息の割合が変化します。次々に返済額が同じような元利金利返済であっても、化その内訳については、返済当社は利息を埋め、返済を進むと利息が進まないと変化していきます。これは借り入れる金額が減っているためです。翌日残った方が元本のベースの利息を計算することになるため、毎月同じ返済額の中の元本と利息の割合が変化しているわけです。 そのため、返済初期に変動金利を選んでいくことで、金利が低く抑えれれば、元本はより早く返済され、以降で金利が上がったとしても、元本自身が減っているため、影響を限定的なことが期待されます。一方で、その金利が上がるタイミングがいつ到来するかは、誰にも読むことができません。固定金利は長期プライメートに連動し、変動金利は短期プライメートに連動して推移しますが、自分が返済したとした数年ごとに比較的早いタイミングで短期プライメートが上がってしまうという可能性を否定することはできません。 そのため変動金利のリ,リース上昇時に対応できそうでない人や金利動湖の観察を続けることを負担に感じる人金利上昇の可能性を避けたい人は金利を確定させる保険の意味も含めて固定金利を選ぶの分なんです変動金利で買えた場合と固定金利で買えた場合の差額保険料だと割り切れるかどうかということになりますね変動金利と相性がいいのはどんな人一般的な変動金利の住宅ローンは半年に1回リ,リースの見直しが行われますしかし返済額は5年に一度です 返済額が同じまで利率が下がれば元本返済の割合が高まって予定よりも返済が早く進みます予定より返済が進んでおらず返済額が上がる場合前の5年間の返済額の125%を超えてはいけないというルールになっているケースが多くありますつまり当初の5年間は月々8万円の返済だった場合6年目から月々10万円以上には上がらないということです金利が急激に上昇すると125%ルールで設定される返済額では支払いけない利息が発生することあります以降も金利が下がらず返済が進まない場合 返済終了のタイミングでままとめて見割れ利息を支払う可能性があります。元気に金均等返済の場合はこの125%ルールがなかったり金融機関によって金利や返済額見直しの頻度が異なったりすることがあるためご自身が契約しようとしている商品がどうなのか所持要、OK、件をしっかりチェックしましょうこうした変動金利の特徴を理解して半年に一度の適用金利をチェックしてもしも金利が上がっていたら5年一度の返済額の見直しを行う前に手持ち資金でり上げ返済額などで月々の家計の圧迫を防げる可能性があります このような金利チェックとその状況に合わせた繰り上げ返済を実行できる人は変動金利を使いこなして最終的な総支払いが少なく抑えられる可能性はあります住宅ローンの審査に落とされることもあるクレジットカードにキャッシングの枠が負担することが多いですが利用しなくてもキャッシングの金を借りたいと見なす審査が厳しくなったり住宅ローンで借りられる金額がたりするケースがあるのです自分の飲酒に対して余裕を持った住宅ローンしか借りない場合影響が少ない可能性もありますが特に使ってないカードがあれば住宅ローンを組む前に整理しておくのがおすすめです 家計管理の観点でも、資山にマ不正利用されることや、自分の質が把握しにくくなることを避ける意味でも、メイン使いするカードはできるだけ1枚に絞るのはいいでしょう。その1枚が使えない場合や、海外旅行に出かける時の保険的な意味合いで、あと2枚程度持つことはありだと思います。ちなみに、自動車を購入するためのローンはもちろん、スマートフォンを分割払いしているなど、返済が続いているものがある人は、審査時に備えよつとて問い合わせがあることもあります。スマートフォンを分割払いしていますかと聞かれるのはなく、 返済ががいいいてるるお借りはありあませんかといった確認される方がなることが多いようです。住宅ローンでは何が審査されるのか国土交通省の令和年度民間住宅ローンの実態に関する調査結果報告書によると金融機関が融資を行う際に考慮する項目として関西人の年齢や健康状態、借入時の年齢、担保評価、金属年数などが上位になります一般的な住宅ローンでは関西人の年齢80歳未満としている金融機関が多いため例えば50歳から住宅ローンを組もうとした場合 返済期間は35年でなく、30年までしか設定できないといったことがおります。返済期間が短くなると、月々は年間の返済が多くなるため、返済フレンズの観点で望み通りの良い物件、予算が選択できない可能性ができます。健康状態はマンション購入の影響を意識することが少ない項目かもしれません。住宅ローンを含む際は、団体使4生命保険に加入しますが、実は健康状態が芳しくない場合、加入できない場合があります。男子に加入できないと、お金を借りた人に万が一のことがあった場合の返済メドが立ちづらくなるため、 金融機関は通常、住宅ローンを貸してくれません。転職するとローンを組めなくなくるる転職する人は定年退職する人によく出てくるアドバイスとしてクレジットカードを作っていくことや住宅ローンを組んでおく仮換えを検討している場合は仮換えとくといったことが挙げられますこれは信用力の問題で先の融資を行う際に考慮する項目のうち金属年数などの方向性が違う部分があります一般的には金属年数は3人以上ないと住宅ローンを組みにくいとされることが多い印象です 転職が多い場合も不利に働くケースがありますが、同業者の中で転職をしている場合や、電子を順調に上がっている場合などではあまり影響がないこともあります。自分だけのお宝物件と出会う方法、プロだけは知っている物件選びのポイント、事前に確認しておきたいハザードマップ。ハザードマップは主に自治体が洪水、津波、土砂災害、地震の危険度など、災害の種類ごとにその影響度を地図に色付けしてくれているものです。 自治体名やハザードマップなどで検索すると見つかることも多いですし、国土交通省のハザードマップポータルサイトからも目的のエリアや種別のマップを確認しにいくことができます。少しでも色がついていたら買ってはいけないということにはなりませんが、予測されている被害の度合いなどはあらかじめ把握しておきたいところです。多少購入金額があっても、被害予測が低い物件を選ぶという判断もありそうです。ハザードマップには避難場所が表記されていることも多いため、いざという時に頼れる場所をチェックしておきましょう。 自宅としてもマンション購入を考える場合、鉄筋コンクリート像や鉄筋鉄骨コンクリート像の物件を検討されるケースがほとんどかと思います。そうなると、避難場所に逃げるよりも、我が家をシェルターに見立てた防災対策が有効になるケースもあります。1週間程度、自宅にこもって避難できる水、食料、簡易トイレ、ポータブル電源などの準備も検討しましょう。建物耐震基準は要チェック。1981年5月31日までに現地確認を得た物件は旧耐震基準。 1 9 8 1年6月1日以降に建築確認を終えた物件は新耐震基準で設計されています旧耐震基準では震度5で倒壊などが起こらないとされていて大規模な地震の考慮はされていませんでした新耐震基準では大規模地震にあたる震度6強でも倒壊などが起こらない設計となっていて建物として有事の際の被害が少ないことが期待されます新築と中古では購入の流れや費用がかる物件のチラシは検索サイトなので中介媒介などと表記されているのは中介物件 売主と表記されている物件は不動産会社が買い取って販売している売主物件になります買い取られてから売却されている売主物件は買い取り価格に利益を加算して販売することになりますそのため初期費用がかさみがちですが物件そのもの,の金額を安く抑える傾向にある中古の仲介物件物件価格は高くなりがちですが初期費用を抑える傾向にある新築か中古の売主物件ということになります初期費用はある程度負担できトータルのコストを抑えたいということを考えると中古の仲介物件は良さそうに見えますね 物件に価値があった場合の保証などの観点ではまた違った視点が生まれます。価値に達する責任を負わなきゃいけない期間は、仲介物件の場合2から3月程度とされることが多いです。売り主や不動産会社である中古の物件の場合は2年以上、新築の場合は10年以上とされているため、建物の構造的に必須でて手厚い対応を求める場合には、新築や売り主物件は無難ということになります。不動産は一点を問る理由。 ほとんど同じ広さ、同じ間取り、設備に出るマンションであっても、改装値やホールが違う、角部屋か内部屋か、エレベーターかの距離はどのくらいかなどで、全く同じ物件というのは存在しないためです。全く同じ部屋ですが、ウルタミンによって異なることになります。その時期の金利や景気などの動向はも,もちろん、同じタイムで売却募集をかけられている周辺類似物件の売却募集金が影響されることもあります。中古物件の場合、売り主の都合によって売却価格が異なることもあります。 相場が上昇してきていて高く売れるのだったら売ってもいいというスタンスを売りにしたと相続した物件で税金を払う関係でスムーズに現金化したい、転勤が迫っているか早く売りたいといった背景を持つ売りにしたと交渉しやすさも変わります。相場が上昇中のエリアの場合、新築を安いタイムで買えた人が売りにしたと多少価格交渉しやすく、物件価格が上昇してから中古で購入した売りにしたと価格交渉は全くできないといったこともあります。当時や中古でも新築と価格差が出ないようなエリアはおおむね高利益という傾向があるため、自分の物件を探すのも安いしたところです。 一般的なエリアの場合、新築時に比べ、築15年前後にかけて、なだらかに物件価格が下落することが多く、築15から25年前後の物件価格はあまり変わらないケースが多いです。一方で、築35年を超えると、もう一段階価格が下がることがあります。これは新築時に住宅ローンを組んだ場合に、完済する時期に当たるため、売り主に負債がなく、値付けがおおらかに安いことや、次に買う人は組めるローン金額が少ないことも増える時期に当たるためです。 基本的には自分の望みや使用、予算などは内的要因を主軸にした物件選びを行い、プラスアルファはその A の価格の推移や築年数の状況、運賃側の理由なども多少加味するというスタンスが現実的でしょう。自分だけのお宝物件と出会える最短ルート、まずは大まかな予算の程度を把握することを心がけましょう。予算を度外すると素敵な物件がたくさんあるため、ちょっと無うな金額でも頑張りたくなってしまうからです。高いには高いな理由が、安いには安いな理由があることが多いです。 大雑把な相場は分かってこそ、それぞれの値付けの理由が見えてくるため、ある程度の相場感に足立ったかは物件を選び始めるなんとの策です。将来、賃貸に出すことも考えるのであれば、家賃の相場と購入する物件価格の利回りもチェックしておくといいでしょう。例えば、月9万円の家賃で賃貸に出すことができそうな物件を2,500万円で購入できるとしたら、表面利回りは4.32%です。東京23区内だと、表面利回り5%になる物件価格であれば、概ね悪くない水準と言えますし、 地方ででであれば7%で運用きない水準と言えそうです。なぜ複数の不動産会社に同じ物件情報で出るのか個人が物件を売却する場合一般的に不動産会社に注意をお願いします運輸主管の中華業者にあたる不動産会社は多くのケースでレンズと不動産業者と共通のデータベースに物件情報を登録します他の不動産会社はレンズを見ながら自分のお客様に対してた物件を買い主管中華業者と見つけて提案することも多くあります また、運シ手段仲介業者も、買い主手仲介業者も、レンズを見てその情報を物件情報サイトに掲載すること,とあります。同じ物件が複数サイトに必要することはこのためです。物件情報サイトの前段階のレンズや、場合によってはレンズ登録前の情報などは、やはり不動産会社に早く情報が入ることになります。自分が希望して物件に回す情報を一番早く欲しいと思うなら、地元不動産会社にも希望されて情報が入るようにしておいた方がいいでしょう。 不動産会社では運士からも買い主からも仲介を頼まれていて、繋ぐことができれば、両者から仲介数料を受け取ることになります。いわゆる両手とわれる取引ですが、これは必ずしも悪いこととは限りません。もちろん自分は買い主の立場として物件を探しているときに、その業者が運の仲介として入っている物件しを紹介してくれず、また自分の希望とついた物件ばかり提案するようであれば、他の不動産会社や他の担当者を探した方が賢明ですが、担当者が成績を上げられるからそう頑張ってくれという側面もあります。具体的に買いたい物件の予算や仕様を見のであれば、 制約の角度を上がるため、勧誘し側の仲介業者で担当するだけでも買い替えるという案件になります。欲しい物件を明確にして、自分は角度が高い顧客だと感じてもらえたら、他社が運輸ュの仲介設でレインジで登録した物件を物件情報イトに乗るより早いタイミングで紹介してくれる可能性もあります。勧誘し側か、運ニュ側か、どちらが一方から仲介手数料をもらえない取引を両手に対して片手と言いますが、片手であっても制約できる方は担当者にとっても嬉しいことと言います。 また、レンジ登録する前の自社が運賃の仲介としてた物件も、条件や場合は紹介してもらう可能性があり、こちらもすでに一早い情報ということになります。今から考えてみたい住まいとお金の具事戦略。人生100年時代を安心して過ごすための備え。物件の売却に仲介と買い取りがある。中古物件を購入するときにチェックした仲介物件か運賃物件かという違い。自分が売却する立場に立ったときには、仲介に入ってまで工事内で売却するか、不動産会社のどに買い取ったものかという見方になります。 一般的には仲介で入ってもらって売却ができる金額も高くなり、買い取ってもらうケースだと売却価格が7から8割程度と低くなることが多くなります。仲介の場合はその値段に納得して買ってくれる買い手が現れなければ売却が成立さないこともあります。買い取りをお願いする場合は複数の不動産会社に査定をお願いし、比較をするといいでしょう。インターネット上では複数社へ査定を一括して依頼できるサイトもあります。査定の依頼をするとその後のやり取りをしばらくすることや、アプローチを受ける機会も増えるため、三から五社程度の範囲で相談をするのが現実的でしょう。 また、電話番号や自分の氏名などを入力せず、物件名や部屋番号だけで査定ができるサイトも存在します。不動産会社に正式に査定を出す前の情報収集としては、そうしたサイトを利用するのもいいでしょう。抑えてきたり中華契約の違い。中華をお願いする場合も、当社は複数の不動産会社に相談することは多いと思いますが、最終的に一般売買契約、専任売買契約、専属専任売買契約にいずれかを選ぶことになります。一般、専任、専属専任の順に縛りがきつくなっていくイメージです。 一般売買契約を選ぶ場合、複数の不動産会社に仲介を並行してお願いすることができます。注意点としては、それぞれの不動産会社とやりりが続くため、労力が借り合わせであること、また、不動産会社の立場に立ってみると、他にも臨時側の仲介業者がいるということになるため、両手取引の確率が落ちると考えて、エネルギーがそこられるの恐れがあります。不動産会社の共通データベースである、レンジの登録が義務付けられていない売買契約のため、情報を抱え込みでと考える業者が担当になってしまうと、その業者はリーチできる範囲までしか鍵口を探せないという可能性もあります。 専任人売買契約や専属専任人売買契約を選ぶ場合は、どうか1社の不動産会社のお願することになります。レインズへの登録は契約日から数えて、1000人では7回以内、専属専任人では5日以内に行うことが義務付けられているため、他の不動産会社の情報は展開されやすいメリットがあります。専属専任人売買契約を選んだ場合は、自分で買い主を見つけてきて取引を行うこともできません。売却まつる契約を取り返す際には、当期識別情報や物件購入時にもらったパンフレット、 管理費修繕費は確認できる書類として管理組合の議事録など物件にまつわるさまざまな書類を必要になります。これから物件を購入する人はそうした書類をひとまとめに管理しておく場所を作っておくと売却時の助けにもなります。不動産の売却がかかる税金売却確には不動産を売却してた取得の確定資金を購る必要があります。課税される譲渡取得は譲渡価格引く、かっこ取得費プラス譲渡費をかっこ閉じる引く特別控除で計算します。 上渡価格とは売却した金額で、それから購入時の金額や売却に当たって支払った仲介手数料などを差し引いて課税の対象となる取得を算します。取得額イコール購入時の物件価格とならず、購入してから期間が経っている部分は限界消費分として差し引きます。逆に購入時に払った仲介手数料などは取得額に加算できます。これらの金額が不明な場合、売却価格の5%相当を取得額として計算することになってしまうため、課税される所得の金額が大きくなってしまう可能性があります。 取得額を証明するためには、物件購入時の契約書などの書類をなくさないようにしっかり保管しておきましょう。特別控除額は自宅として利用していた場合に適用できる3000万円の特例などを指します。この特例は50平方メートル以上の広さの条件がないため、コンポな物件を自宅として利用した人たちでも活用できます。大雑把に考えると、購入した物件は3000万円以上値上がりしていない場合には、課税される人とかなくなり、納税は発生したい,と,いうことになります。課税される所得がある場合、 保有期間に応じてて税税・税率ををかけて所得税住民税を支払います。マンションを売却した年の1月1日時点で保有期間が5年を超えている場合は長期譲渡所得度に当たり所得税率15%、住民税率5%、合計20%の税金を抑えます5年以内の場合は短期譲渡所得度に当たり所得税率30%、住民税率9%、合計39%の税金を抑えます なお、自作の場合は、保有期間が10年を超えている場合は、軽減税率があり、こちらを利用できる場合は、食通税率10%、住民税率4%、合計14%になります。物件を賃貸に出す方法もある。一時的な金銭でなく、定期的な収入につなげたいという場合、物件を賃貸に出して家賃を得るということをかなりースもあるかもしれません。この場合も、不動産会社に相談する形になります。通常は最終的に医師を選び、代理選び管理委託契約という形で依頼することはほとんどです。 家賃1ヶ月分を上限とした報酬を支払い、募集や入居審査などを行ってもらう代理契約と、毎月家賃の5%で支払って、入居以降の入居時間の問い合わせや家賃滞納時の確認、再審などを対応してくれる管理体契約の両方を一緒にまとめてお願いするのが一般的です。空室あっても家賃を保証してほしい場合は、毎月家賃の10から15%で支払って、サブリースという方式の契約を結べるケースもあります。サブリースの手数料リスクを取らずに済む分、通常想定される空室数高めに設定されます。 数ヶ月の空室に耐えられるであれば、通常の管理託契約の方意味なことが多いでしょう。賃料の設定は、管理託業務を行ったけれど、不動産会社にヒアリングをしたがら、自分で決めることになります。とにかく空室期間を短くしたいという考えであれば、やや低めの賃設定を、長期で見て収益を高めたいと考える場合は、やや高めの賃設定をすることもあるでしょう。新生活の準備をすることが多い1月から3月や、秋、土にかから9月から12月は、賃貸の需要は比較的高く、一般的に部屋のでも次の人がありやすい季節とされています。 逆に、引っ越し作業し続の大型連休が終わった5月下旬か8月くらいは、賃貸の人の動きに低く、次の借り手が見つかりにくいとされます。一度低い賃料を設定すると、値上げが難しくなるケースもあるため、さじ加減が難しいところですが、不動産会社のエリアの特徴などを尋ねつつ、判断しておきましょう。なお、一旦賃貸出した物件は、物件の売却価格が下がったり、自宅売却時に利用できる3000万円のと例が利用力できるかなったりします。賃貸出している物件は、利回りで計算される投資の市場で募集をかけることで、 実時の指導に比べて売却が長い程度になることもよくあります。賃貸出す期間がわずかで近々売却を考えていたシーンでは最初から売却した方がいいこともあります。家賃収入を確定申告するときポイント。賃貸経営が邪魔だったらその収入は不動産所得確定申告をすることになります。不動産所得は他の人が合わせて計算する総合課税で計算します。 収入としては、家賃収入や資金,金、礼金など、経費としては、不動産会社の支払う管理特急や、建物の管理組合の支払う管理費や修繕する時に、物件の価値を年々消耗していくという意味合いで、減価消費費などを計上します。収入から経費を差し引いた不動産所得と、公的年金など、その他の所得を合わせて、所得税、準備度を計算して収めることになります。住宅用の鉄筋コンクリートや鉄筋鉄骨コンクリートのマンションの耐用年差47年とされています。47年かけて減価消費されてき、最後に1になるような計算をしながら、毎年経費として計上する形です。 新時間何年か経過した後に賃貸に出す場合は、経過した年数を8掛けしたような計算の仕方をします。例えば、築30年の物件を貸し出す場合は、24年経過している物件として、残り23年かけて経費として計上していくような形をとります。実際の家庭申告では、国税庁の家庭申告作成コーナーを利用して、対応年数や物件の取得年月などを入力することで自動計算される部分が多くあります。チャンネル登録者が1人増えるだけでも助かります。登録お願いします。それでは。